稚内空港は北海道稚内市小江戸井村にある国管理空港である。現在航空定機便が就航する空港としては日本最北端に位置する。野シャップ岬と宗谷岬の間の宗谷湾岸を通る宗谷国道沿線の稚内市の市街地より東方約 12km にある公領とした草原地帯に位置している。日本最北のジェット化空港として 札幌や東京に路線を持ち、宗や総合振興局内における拠点空港として重要な役割を担っている。滑走路は08、26方向に2200メートルで、平行誘導路はなく、滑走路両端にターニングパッドを備える。着陸帯の幅は300メートルで、景気着陸に対応している。景気着陸装置は滑走路08に装備されている。 通常でも80%程度の就航率が、冬季には工程によって70%台となる。そこで、2007年より、それまで2000メートルであった、滑走路を26側に200メートル延長して2200メートルと、する事業が進められ、2009年10月に完成した、あと、同年11月19日より共用された。1997年より実現した、 東京線の通年就航を維持するため、稚内市によって地元居住者が当該路線を利用する場合に補助金を支給するという市民運賃助成制度が制定されていたが、割引運賃の拡充を理由に2005年4月をもって終了した。年間利用客数は国内18万2166人。稚内空港ビルによって運営されているターミナルビルが 滑走路の南側にある。1998年に竣工し、国内専用設備のみ備えられ、国際専用設備は備えられていない。また、一気のボーリングブリッジが備えられている。地上4階、地下1階だけで、そのうち1階から4階を旅客エリアとして使用している。開設時間は9時から17時30分までとなっている。 2020年より運営を担う北海道エアポートは、宗谷方面への送客を目的とした、地域ゲートウェイ型空港として、大自然のパノラマをコンセプトとした旅客ターミナルビルの大型化、道の駅機能の設置、駐車場拡張、広場施設の設置等を計画している。宗谷バス32系統、フェリーターミナル発着便、南駅前経由、 稚内空港周辺の緑地帯にある稚内空港公園のほか、本空港から市街地側に約3キロメートル離れたところに大白町の平市地として知られる大沼がある。ありがとうございます。